シバージー、シバージー・ボーンスレー、マラーティー語、英語、シバージー・ボンスセル、1627年4月6日から1680年4月3日は、マラーターの指導者にして、マラーター王国の創始者かつ、初代君主、在位、1674年から1680年、君主語チャトラパティをつけて、チャトラパティ・シバージーとも呼ばれる。日本語では、シバージーと表記されることもある。 シバージーは、ビジャープル王国やゴール・コンダ王国、さらには、ムガル帝国といったイスラーム王朝に対抗しようとして、デカンにヒンドゥー王朝を復興し、その結束を試みた。1627年4月6日、シバージーは、アフマドナガル王国のマラーター軍人であるシャハージーの息子として、デカンのシブネイリーで生まれた。当時、デカンのアフマドナガル王国は、 ムガル帝国の圧力にさらされ、1633年6月には、ムガル帝国は王国の首都、ダウラターバードを落としたが、シャハーアジーは、ヨーオ、ムルタザーニザームシャーヨーヨして、抵抗を続けた。しかし、その抵抗も虚しく、1636年2月に、シャハーアジーは、ムガル帝国の軍に敗れ、ムルタザーニザームシャー三世は捕らえられ、ダウラターバードへと送還された。 その後、シャハー・ジーは、アフマド・ナガル王国を支援していた、ビジャープル王国へと亡命し、プネイとその近郊、マーバルに領土を与えられ、首都ビジャープルの宮廷に出資することとなった。そのため、シバー・ジーは、幼少期、母のジジャー・バーイに養育されて育つこととなった。母・ジジャー・バーイは、学識のある教育者で、シバー・ジーに、ヒンドゥ教の二大女子シマハーバーラタとラーマーヤナを、 教え、後のシバージージは物心ついた時から母元を離れ冒険を好むようになり前張、まあ、りのみならずマラーターの居住地でもある根幹地方も旅した根幹地方にはシャハーージー以外にもビジャプル王国から報道を与えられたマラーターの領主が多数いたシバージーはこの冒険で マラーターの結束を掲げる彼の思想に共感する若者たちと会い、多くの仲間を得たという。そして、1644年以降、シバージーはビジャープル王国から独立を試みるようになり、同年にトールナーの城塞を王国の司令官イナーヤトハーンから奪ったのをはじめ、知略を用いて次々と城塞を落としていき、根幹地方の制圧に乗り出した。そのため、 1648年7月にシバージーの父シャハージーは王国に逮捕されたが、それでもシバージーは独立の動きをやめず、1653年にジャオーリーを獲得して、根幹地方の大部分を征服した。こうして、シバージー率いるマラーター勢力は、プネー周辺を、はじめ根幹地方に一大勢力を築くこととなった。ビジャープル王国はこれを認めるわけにはいかず、 1659年5月に、ビジャープル王、アリー・アーディル・シャー二世は、シバージーの討伐を命じ、アフザル・ハーンを指揮官とする2万を超す兵を想定した。シバージーは策略を巡らし、同年11月10日に、ビジャープル王国の軍が、プラタープガド城を包囲すると、降伏する素振りを見せ、アフザル・ハーンと面会した。その際、シワージーは包容する素振りを見せて、 アフザルハーンの腹を切り裂き、懐に隠していた探検をその脇腹に刺して殺害した。後、シバージーの軍はビジャープル軍に突撃し、指揮官の突然の死に敵軍は混乱しており、一万の死傷者を出して逃げた。その後、シバージーはビジャープル王国の数々の砦を落とし、1659年12月に王国はルスタブ・ザマーン率いる。 1> 兵一万を派遣したが、同月18日にコールハープルでこれを破った。この戦いで、ビジャープル王国は7000もの死傷者を出し、これ以降王国はシバージーに対して大規模な軍を送ることはなかった。これにより、シバージーはマラーターの指導者として、ビジャープル王国の領内に独自の政権を確立するに至った。シバージーはビジャープル王国と戦いながらも、 北方のムガル帝国も敵として見るようになっていた。1657年10月、シバージーはすでにムガル帝国の支配する北根幹地方の領域に侵入し、ムガル帝国の武将ムハンマドユースフなどと交戦し、1658年1月までに30ほどの砦を集奪した。当時、デカンの総督だったアウラングゼーブは、 ダーラー主公といった兄弟と定位をめぐり争っており、その討伐に積極的になれず、同年2月14日に手紙を送る程度だった。しかし、1659年半ばまでに、アウラングゼーブはその王座をかっこたるものにし、ビジャープル王国を破ったシバージーの勢力が大きくなるのを見て、その討伐を決意した。1660年1月にアウラングゼーブは、 デカンにいた王子、シャーイスタハーンにシバージーの討伐を命じて、彼はアウランガーバードを出て、シバージーの討伐へと向かった。同年3月3日、シャーイスタハーンは、根幹地方に侵入し、そこからさらに奥に入り、いくつかの城を修復させた。この頃には、シバージーもビジャプル王国から事実上独立しており、ムガル帝国の軍との対決姿勢を見せた。 シバージーは、マラウター農民を軍事的に組織し、景気兵を用いた機動的な戦法で、重装備のムガル帝国軍を翻弄し、各地で打ち破った。1663年4月には、シバージーは、プネにいたシャーイスタハーンに奇襲をかけ、アウランガーバードにまで交代させ、彼は後に更迭され、ベンガル大使となったムガル帝国の軍相手に事実上勝利した。そして、 シバージーは襲撃の領域を拡大し、デカンを超えての襲撃も試みるようになり、1664年1月に4000の騎兵で、グジャラートのスーラとを略奪した。突然の襲撃に、スーラトジジイナーヤとハーンは何もできず、シバージーは、この略奪により、1000万ルピーもの戦利品を獲得した。アウラングゼーブは事態を重く見て、 1664年末にアンベール王国、ラージプートの一王国の王ジャイシングにシバージーの討伐を命じた。ミールザアラージャの称号を持つジャイシングは、それまでのビジャープル王国やムガル帝国の将軍とは違い、帝国軍の中で最も優れた将軍であり、当時ヒンドゥー教徒を抑圧していたアウラング西部もその実力を認めていた。 ジャイシングはその副将ディリエル・ハーンなどと共に大軍を伴ってデカンに赴もき、1665年3月3日にプネイに入場し、同月15日にシワージーのいるプランダル城に向かった。ジャイシングはマラーターの奇襲攻撃から味方の被害を少なくするために大軍で行動せず、ビジャープル王国やシワージーと敵対する勢力で包囲網を形成し、 少しずつ追い詰めていった。同月31日から、ムガル帝国軍は、プランダル城を包囲し、大砲や銃で攻撃しつつも、シバージーとジャイシングは、所管のやり取りをしていた。その間、4月15日に、ディリー・ル・ハーンは、プランダル自覚のバジラが土壌を落としている。そして、6月11日にシバージーは、ジャイシングに、最後の所管を渡し、 6月12日から6月13日にかけて、プランダル条約が結ばれ、事実上降伏する形となった。条約の内容は、シバージーは、ムガル帝国の総主権を認め、12の城塞と1万、ルピーのある土地だけを領有を認められ、ムガル帝国のデカン地方における遠征への参加し、その見返りとして、マンサブが与えられることとなった。ジャイシングは、 デリーの宮廷にいるアウラングーブにこのことを知らせ、9月27日に条約を認める直上ファルマーンが彼のもとに届いた。同年11月、シバージーはラーイガド城を離れ、ジャイシングと共にビジャープル王国への攻撃を行い、12月24日からビジャープル軍と一週間にわたって大規模な戦闘を行った。1666年1月、 シバージーは戦闘後、ジャイシングに宮廷に赴くよう説得され、彼が身の安全を保障すると言ったので、アウラングゼーブに会うこととなった。3月5日、シバージーは、息子サンバージーを連れるアイガト城を離れ、アウランガーバードなどの地を経由し、5月11日にアーグラの郊外に到着した。その後、5月16日にシバージーは、ジャイシングの息子ラームシングと共に、 アーグラジョへと面向き、アウラングゼーブと面会した。ところが、アウラングゼーブは、王体に際して、シバージーに侮辱的な態度で接し、その上与えた、マンサブ以下はその実力に見合わない、ラージュプートの賞よりも低いものだった。おそらく、アウラングゼーブは、マラーターが、信仰カーストであることで、地位的には、さして重要なものとは思っていなかったのであろうと、考えられる。 シバージーはこれに激怒し、面会中に公然と自身の感情を吐き捨てて、宮廷を退去し、アウラングゼーブとの関係は悪化した。シバージーは後に、デカイへの帰還を求めたが、アウラングゼーブはこれを許さず、従者には帰還を許したものの、彼と息子サンバージーは事実上監禁された。シバージーは皇帝アウラングゼーブに、ジャイシングと取り決めた条約。 ビジャープル王国への攻撃などの忠誠を示した行動を思い出させようとしたが無駄であった。だが、アウラングゼーブはシバージーに何の名誉も与えず、その逃亡を防ぐため、その住居の周りに監視させ続けるだけであった。そのため、シバージーは本国への逃亡を考え、7月から化病を使い、城のバラモンや貴族、町の聖者に贈り物に大きな箱に入れた。 佐藤菓子に送り続けた。シバージーの金が尽きた頃には、城の兵たちがこのような状況に慣れており、8月18日にシバージーと息子サンバージーは、二つの大きな洗濯籠に隠れて、城を脱出した。シバージーとサンバージーは、ムガル帝国領のマトゥラー、クワーリオール、インドールなどを経由しつつ、9月12日あるいは11月20日に、 ラーイガド城に帰還した月日に関しては不明瞭な点多い。シバージーはアウラングゼーブとのアーグラでの出来事や彼のヒンドゥー教徒など異教徒弾圧を見てムガル帝国との戦争を再び企てるようになったという。とはいえ、シバージーがいない間、領土の根幹地方は荒廃しきっていたため、まず自国の制度改革に乗り出した。シバージーは 農民から税を現金ではなく農作物で徴収し、また過酷な取り立てが行われないよう、村々に監督官を配置し、人々を安心させた。同年5月、シバージーはビジャープル王国と戦った後に、9月17日に講和に持ち込み、同年半ばまでムガル帝国の攻撃を受けてきたビジャープル側の領土は荒廃していたため、両者の間で講和が実現した。 また、かつて、シバージーを苦しめ、降伏させた、帝国最強の将軍ジャイシングも、1667年7月11日に、死亡し、アウラングゼーブの次男、ムア・ザムが、デカンの総督となっていた。シバージーはひとまず、アウラングゼーブと和解することにし、10月9日に、サンバージーをアウランガーバードへ向かわせた。サンバージーは、アウランガーバードに着いたとき、 ムアッザムに歓迎され、彼は父の厳しい宗教弾圧に反対していた11月にサンバージーが帰還した後、アウラングゼーブにシバージーと和解したことを知らせた。アウラングゼーブはこれを認め、1668年3月にシバージーはラージャの称号を与えられ、その名誉を認められることとなった。一方、同年末にシバージーは敵対する領主を倒した後、 敵対者が、ポルトガルのコアに逃げ込んだため、コア周辺の領域まで進撃しており、ポルトガル側義を結んだことも知られている。ムガル帝国との関係は一時改善したものの、1669年4月に、アウラングゼーブが、ヒンドゥー寺院の破壊命令を出し、聖地マトラーの傾斜場デーバラアイジーを破壊するなどしたため、シバージーを激怒させていた。 1670年1月、シバージーは条約に反して、ムガル帝国の領土に襲撃をかけるようになり、10月3日に、再び、スーラトを襲撃した。シバージーは5日に引き上げたが、3日にわたる、この略奪によって、彼は650万ルピーもの戦利品を獲得した。これにより、ムガル帝国との講和条約は解消し、アウラング西部は軍を派遣したものの、シバージーは、 数々の戦いに勝利した。さらに、1674年6月6日、シバージーは、ダーイガド城において、即意式を行い、大勢のバラモンを集め、マラーター王国の樹立を宣言した。デカンは14世紀初頭に、デリーするターンアソの支配に置かれた後、バフマニー朝やムスリム号王国の支配に置かれており、ヒンドゥ王朝が樹立されたのは実に3世紀ぶりだった。 とはいえ、シバージーの統治する王国は、ヒンドゥー教徒の人々のみならず、ムスリムや、その他異教徒もみな平等に共存する国家であり、当時のムガル帝国と違っていた。シバージーの即位時、マラーター王国の領土は、デカン高原西部とアラビア海岸の根幹地方だけであり、シバージーは、領土拡大のために、北のムガル帝国、南のビジャープル王国、 東のゴール・コンダ王国など、ムスリム王朝との戦いに明け暮れた。シバージーはその後もマラータン勢力を引き、ムガル帝国の領土に襲撃をかけ、皇帝アウラング・ゼーブにとって彼は消えない悩みの種であった。シバージーは、ビジャープ領王国、ゴール・コンダ王国とも戦い続けていたが、1677年3月に、ゴール・コンダ王国の領土に侵攻した際、その大臣、 マーダンナと悪寒ナとの間で講和が結ばれた。その条約では、両国は、ムガル帝国に対しては、共同で戦うことが取り決められ、その援助も取り付けた。シバージーは、ゴール・コンダとの条約締結後、交配していた、ビジャープル王国の南インド領に略し、5月に戦時、7月に、ベールールなどの主要都市を支配下に置いた。同月にシージーは、タンジャーブールに、 独自の政権を持っていた弟ビアン・コージーと会い、南インドから莫大な戦利品を持って帰還した。シバージーとアウラングゼーブとの関係は険悪だったが、マラウターだけではなく、1679年1月以降は、ラージュプートとの関係も悪化していた。そうした中、4月2日にアウラングゼーブは、ジズヤの復活を宣言し、彼の威境と抑圧政策はいよいよ、 帝国全土の異教徒に対して行われることとなった。シバージーはこの知らせを聞くと、この愚行をやめさせるべく、すぐさまアウラングゼーブにあてて、抗議の手紙を書き綴った。シバージーは、今現在の帝国の繁栄は、ジズヤを貸さなかったかつての皇帝ら、アクバル、ジャハーン・ニール、シャージャハーンの業績であることを知っていた。そしてまた、アウラングゼーブ自身異教徒を抑圧しているにもかかわず、 すでに死んだ、ジャイシングをはじめとする、異教徒に支えられていたのだ、と気づかせようとした。シバージーの助言も虚しく、アウラングゼーブはジズヤを撤回することはなく、マールワール王国やメーワール王国といった、ラージプート諸王国との本格的戦闘に入っていった。一方、同年9月に、ビジャープル王国の首都、ビジャープルがムガル帝国に包囲されたため、 10月にシバージーは、援軍として1万の軍を率いて駆けつけ、11月4日に攻撃を仕掛けて、これを撃退した。シバージーは、ビジャープル・オーシュカンダル・アーディル・シャーに面会しようとしたが、面会することはなく、ラーイガド上へと引き上げた。翌1680年3月20日頃、シバージーは赤痢にかかってしまい、懸命な治療も虚しく、病状はどんどん悪化していった。 シバージーは死を察知すると、4月3日に、ラーイガド城に、家族や大臣らを集め、彼らに見取られながら死んだ。シバージーは死に際して、後継者を決定しないまま死んだため、その場にいた、ラージャラームが、大いにつくと思われた。シバージーの死は、マラータ王国のみならず、デカンを、勢力圏に持つ諸国にも、大きな衝撃を与えた。いずれにせよ、 ムガル帝国の優勢に傾いたことは、間違いなく、アウラングゼーブは、シバージーの死に歓喜し、1681年6月に、ラージュプートとの争いを切りやめ、デカンへの出兵準備を始めた。同年9月にアウラングゼーブは、デカン地方に大軍を率いて南下し、シバージーの後を継いだサンバージーと争い、1686年に、 ビジャープル王国と1687年ゴールコンダ王国に滅ぼし、1689年にはサンバージーも殺害されたデカン戦争。サンバージーの死後、その弟ラージャラームが南インドに逃げつつもマラウター王国の復興に尽力し、18世紀初頭になるとムガル帝国に逆襲するようになった。結局、 アウラングゼーブはシバージーの死後もマラーターに悩まされ続け、晩年には自身の統治を後悔しながら、1707年3月に死亡し、帝国はこれにより水運を辿ることとなった。1708年1月にマラーター王国を中心にマラーター同盟が結成され、王はバラモンの最小に実権を奪われることとなったが、1720年に 最小となったバージーラーオ・一世はまさにシバージーの才とも言える人物だった。バージーラーオ・一世は領土拡大のため長期にわたる遠征を行い、軍はデカンを越えて北インド一帯を支配下に入れ、1737年3月にムガル帝国の首都デリーを包囲、攻撃さえするほどだった。シバージーは根幹地方の少量種の出から、 イスラーム勢力との数々の戦いを経て、それらの支配を脱却し、デカンにヒンドゥー王国を築いた。シバージーは、臨機応変に対応する才能を持った人物であり、あらゆる面での才能を、とりわけ軍事的才能に長けた人物だった。また、シバージーは経験なヒンドゥー教徒であり、バラモンや生牛を保護し、イスラーム勢力に抵抗したかつての王、 名はある王国のプラタープシングやビジャヤナガル王国のベンカ二世などを尊敬していた。そのため、シバージーの名は、政党支部ナな、シバージーの軍隊の意味といったヒンドゥー史上主義者、反イスラーム主義者に政治的に利用されることもある。だが、シバージー自身は信仰の自由を認めた寛大な人物でもあり、彼の将軍の一人ハイダルアリーコ・ハリーはムスリムで、スーフィーにも、 敬意を持っていた。シバージーは、デカンと、北インドのイスラーム勢力の支配に抵抗し、国家と宗教を解放しようとした人物として、マラウター王国の勢力圏であったマハーラーシュトラ州だけでなく、インドでもナショナリズムの代表とされている。また、マハーラーシュトラ州ムンバイの国際空港は、チャトラパティ、シバージー国際空港、中央駅は、 チャトラパティシバージーターミナス駅、世界遺産と解明されている。2016年12月24日、ムンバイ沖の島で、高さ192メートルの巨大ン根流が始まった。完成すれば高さ192メートルの世界で最も高い像となる。起工式には、モディ首相が出席し、戦いの中でも、シバージーは前期統治者であり続けたと称えている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。